己の身に慈しみを欲するならば近場の社を詣でるがよい。鍛錬を積んでおきゃ。お前の相手は俺だ。逃がさん。出来上がった。守っちゃくれねえ。自分で何とかしねえと。さっさとつらかるぞ。よし、これで奴らを追っ払ってやる。
せいぜい油断しとれ。脳天から貫いてやるわ。血足で隙だらけじゃ、ひとつきにしてやるわ。
かれねえように一撃で射抜いてやる。わしらを侮り追って獲物の扱いぐらい心得ておるわ。思って身動きもできんとは。おっ母さん、ごめんなさい。族の次はあやかしか。もう義を貫き果てた侍の後、何時に一時の力添えをなさん。尽きた気を斬新にて満たせば気は共鳴し、常世を打ち払わ。
んてこった。お前の腹の中には。誰かこの地獄を終わらせてくれ。
このボケ。猫か？すねにまとわりつきよって。見かけねえ男だな。桜の社に何用なんだろうな。この闇が悪さしておるのか。うまく力が入らない。あやかしの操り機、人の断りから外れたるものと知るべし。なんと神妖の技にて気の器をかけさせ、さすればその気枯らすことあたわ。中のお社に賊など入れてなるものか。